住紳一郎の日曜天国。おはようございます。7月16日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。3連休ですね。明日が海の日ということです。少し早い学校ではもう夏休みというところがあるようです。暑いですね。暑いですね。今日はまた気温が一段階上がるということですね。高気圧の張り出しが強まり、晴れた日差しが照りつけます。晴れて強い日差しが照りつけます。夕方以降、各地で局地的な雷雨の可能性があります。注意してください。東京の降水確率、午後夜ともに 20% です。予想最高気温、東京水戸で36度、前橋熊谷で38度、宇都宮で37度、横浜千葉で34度です。昨日は32度くらいだったと思いますので、東京はやはり一段階上っていうことでしょうね。そうですね。そして近々もう一段階さらに上っていうね、予報が出てますもんね。39度40度近くというね。今週1週間ですが、木曜日に東京は傘マークがついています。軒並み35度超えてますね。36度37度の予想が日月火と続いてますね。40度に迫る暑さになります。秋田で大雨になっています。活発な梅雨前線の影響で、秋田県では昨日から記録的な大雨となっていて、各地で観測史上1位や1日で7月の平年の1ヶ月から1ヶ月半くらいの雨量となっているところがあります。もともと秋田はこの時期の雨っていうのはさほど多くなる土地ではないので、当然治水能力なども限界があると思うので心配ですね。秋田の秋田駅の駅前が冠水しているということはかなり混乱していると思うんですが、秋田にお住まいの直丸さんからメールをいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。今は土曜日の夜ですということで、昨日の夜10時半頃にメールが受信されていますが、ありがとうございます。大変な中、まさか自分が被災者という立場でメールをすることになろうとは思いもしませんでした。秋田市は金曜日の夜から雨がすごくて、秋田駅周辺の地域が水没しています。その他の県内の地域でも雨による災害が発生しています。秋田駅といえば秋田の中心部であり、商店や住宅も多いです。我が家も秋田駅から徒歩十数分の場所にありますが、自宅前は膝より高い位置まで水が上がっています。今は床下浸水している状況で、自宅2階に避難しています。まだ雨も上がらず、日曜日も降り続く予報となっているため、一体どうなってしまうのか不安でたまりません。今は早く雨が上がってくれることを願うのみです。すでに災害救助法の適用が決定しているようです。この先水が引いてもまだ大変な日が続きそうですが、少しずつやっていくしかないですね。大変だろうけれど頑張るしかないよねと夫と励まし合っています。いろんな状況で皆さんラジオを聞かれていると思います。どうぞお体気をつけてご自愛ください。関東の方はとても暑いと聞きました。メールいただきました。大変な中、本当に私たちの方にも気遣いをいただきましてありがとうございます。ご不安な夜だったでしょうね。いやー、なかなかね、自宅2階に避難して1階が水が入ってきている中でね、こうしてメールくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、それから今日はですね、多摩川のイカダレースが開かれるということで、第30回多摩川イカダレース、番組ではもうおなじみになってますね、はい、今回でコロナで2年中止になって、去年からまた再開しましたけれども、今年も参加するということで、トータルで4回目の参加ということになりました、はい、
総合順位が74位、50位、そして昨年18位と順調に順位を上げていよいよ上位進出を狙える位置までやってきたということですね。ちょうど東京都の狛江を流れています多摩川からスタートし、それぞれ皆さん自作のイカダを使って川下りをし順番を競うというものですね。ただなかなか本格的でしっかり漕がないと、その前にイカダをしっかり作らないと上位進出はできないということですよね。そうですよね。日曜天国では一番最初に出場した時は本当に右も左も分からず、びっくりするようなイカダを持ち込んで途中でイカダが壊れながらもなんとかゴールするというところから始まって、それを見かねた方が自分たちが過去使ったイカダをお下がりであげるよと言われ、それをいただいて漕いで少しまだ順位が上がり、そしていやいや漕ぎ手を変えなくてはならないということで、学生時代にボートレースでチャンピオンになった野方さんを招集し、野方さんをつぎ込んでもなかなか順位が上がらないという、そういうところまで来てますが、野方千尋さん今年も参加してくださるということですね。もともとは慶応義塾大学のボート部の出身で全日本選手権で優勝しているという華麗なる経歴をお持ちの、もともと夕方のニュースを担当している女性アシスタントディレクターだったんですけれども、人事異動がありまして私の担当するセブンデイズニュースキャスターへの異動が決まり、もう今は顎一つで言ってくれと言ってます。やめなさいって、嘘ですよ。あ、直属の、直属というかね、まあね、そういうことになりますんで、ということですね。これまではねすみませんなんて言ってたんですけどもね、まあ、野方さんのニュースキャスターへの異動も何かあったんじゃないかと周りには言われていますが、まさかなんて言ってね、何かあった。野方さんはすごいですよね。でもね、もう野方さんだけはもうすでにもうなんかこのレースをなんていうんですか、遊びではないっていう感じみたいですね。もうなんかさすがなんていうんですかね、もうやっぱり取り組み方が違うんですよね。なんかね、今年のイカダレースに向けてじゃあ何かやってるのかなと思うと、まず東京のこの時期ものすごく猛暑になるだろうから、暑さに耐えられるようにトレーニングを始めて、そしてよくね、あの高校野球の応援、北国のチームがあのスタンドの暑さに慣れるように、あのビニールハウスの中でね、あの応援の練習なんかして、今日の甲子園の初日臨んでますなんていうニュースがあったりしますが、そんな感じですよね。暑さに耐えられるようにサウナに通って暑さのトレーニングして、でここは狛江だ、多摩川の上だと心で唱えて、サウナの中で少しこうトレーニングしてるっていう、ね、もうちょっと仕事した方がいいなって気持ちありつつですけど、そんなところで、ありがたい、ありがたいね。ですか、いや、 やっぱ違うんだなと思う。違うんですね、でスポーツドリンクをどれを飲んだらいいのか研究してるっていう、ね、去年と違って川の水が少なく座礁しそうなので、そこを注意深くでも大胆に切り抜ける、誰よりも声を出してリズムをキープしますっていう野方さん。うわ違うね、すごいですね、面白い。そういうことになるんですね。今回は交通情報センターの中村さん、そして中村さんのお嬢さんをはじめ交通情報センターから飯島さんを加え5人で参加ということですね。さらに新しいどうやらイカダをいただいたようだということで、また新しいお下がりのイカダで挑戦するということですね。どうでしょうか、無事に乗り切ってほしいですね。そうですね、ちょっとね今日暑いですからね。暑いですからね。そして去年もそんな話をしたと思いますけれども、このイカダレース日曜天国号の出走に伴ってたくさんのねリスナーの方が狛江の近くお住まいの方で応援しに来てくれてとてもね嬉しいんですけれども、スタッフの陣容もなかなか熱くなっておりまして、日曜天国を過去担当したプロデューサーの皆さんも日曜日ということもありまして手伝うよなんていう声が上がったのは嬉しいんですけれども、この赤坂の、あのこの番組の本放送のスタッフの陣容よりもイカダレースの現場のスタッフの陣容の方が熱くなっているってなんか確かに、確かにね今日少ないんですよね。イカダレースの方にね、スタッフが
6人か7人行ってるんですね。でこっちのスタッフね今日4人なんですね。であらなんて言って、そんな感じはありますね。まあ、どっちが大事かというとイカダレースの方が今日大事というそういう布陣になってます。あのいろいろ人手がかかるからね、仕方ないんだけどね。そうなんですよね、と思いました。出走が10時50分頃ということです、はい、そしてお出かけリサーチのちょうど10時30分前くらいのコーナーにも話をつないで聞いてみたいと思います。どうぞご期待ください。さて今日のメッセージテーマこちらです。私の妄想です。福島市の森のゆききさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。森のゆききさん、パンダのね命名塾でお世話になりましたね。お元気そうで何よりです。私の妄想といえば、部屋の掃除をするとき、明日大谷翔平がうちに来るという想定で作業しています。いいですね。いいですね。大スターに失礼のないようにしなければと思うと集中力が途切れないし、1ミリたりとも妥協が生じないのです。長身の大谷選手の目線を考慮し、高いところの掃除も手を抜きません。ビッグなゲストが訪ねてくるという妄想をすると掃除が大変はかどります。確かにそうかもしれません、うん、絶対そう。これはね、間違いないよね。そうですね、うん、すごい方が遊びに来るってなるとね、そう、こんなもの取っといてる場合じゃないとかね、うん、そうですよね、ここは綺麗にしときたいとか、そうそう、はい、うん、あなた絶対出てくんじゃないよなんてね言ってね、誰、両親を端に追いやったりとかしたりして、そういや本当大事ね、イメージ ね、 そうですね。前ほら、食パンをすぐトースターに長く入れて焦がしてしまうっていう人がね、いましたよね。そうでした。特に強めのトースターで焼くときは自分は天皇の料理番になったような気持ちでパンを焼かないとダメだって言ってましたもんね。ものすごく慎重に、もう慎重に慎重を重ねてってですね。もう焼いてる間他のこととかしない、ね、しないっていうね、じっと見張る、もうずっともう本当にずっじーっと見て、そうだそうだ、これは陛下にお出しするパンだからっていう気持ちでねやらないとものすごい緊張が走るしね。そうですよね、うん、私も思い出した、またやろう、はい、そうですよ ね、 ね、いや思い出しても絶対忘れますよ。無理なんですって。無理なのか。無理なんですよ。三重県伊勢市のお言葉心に刻みます。男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。三重県からありがとうございます。嬉しいです。なんとなく変わり映えのしない毎日が続いた時は、日々の生活にドラマチックな空気を演出したく、頭の中でナレーションを入れたりしています。食堂でお昼を食べながら、その後この唐揚げ定食を発端に大きな珍道中が巻き起こることになろうとは、この時の彼はまだ知る由もないのですとナレーションが入れば、唐揚げを頬張る私の背筋もピンと伸び、その後はワクワクとした張りのある一日が過ごせるのです。声は石坂浩二さんがいいですという。これはねやってる方多いですよね。そうですか。なんかよく聞きますよ、なんかね、こう自分の生活がなんかドキュメンタリーで密着されているみたいな感じで ね、 そうですね、あと一歩だけ前に進める気がしたりしてね。そう、一人情熱大陸ね。そうですね、そうそうそう、あと一人うるるん滞在期って人もいたよね、ね、いいでしょうね、そうそうそう、ちょっとねなんかあの、追い込まれた時とかなんかね、そういうね、二十歳の儀式はバンジージャンプなんですね。若い方わかんないか、ね、懐かしい、懐かしいよね。そう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 、ふわっと空気が抜けますよね。そして夕食は昆虫です、ね、食べた食べたなんて言ってね、あーいいねやっぱり ね、ナレーションはいいよね、情熱大陸やると大体ドラマチックになるからね、なんかね、確かに、そして最後に安住においての仕事とは何かを聞いてみたなんつってね、あ、これはプロフェッショナルの流儀だ ね、 そうね、間違っちゃった、混ざりがちですね、混ざりがちだよね。そうなんです、情熱大陸もプロフェッショナルの流儀とかね、仕事の流儀、仕事の流儀か、ああいうのは最終的になんか自分取材されたいなみたいな気持ちで見てるところあるよね、なんかね。でも1時間持たないなとか思ったりして、そう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 、自慢しちゃおうかな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 同じ、全部同じ、そう、大事なことなのでずっと繰り返していますけどね、自慢しちゃおうかな自慢しちゃおうかな、しちゃおう、
自慢しちゃおうかな、自慢しちゃおう、うるさいってね、うるさいよっていう。情熱大陸って番組ありますけど、あれは大阪の毎日放送制作で TBS 系列で放送している30分番組なんですけれどもね、はい、やっぱりですね、え、自慢しちゃおうかな、よくないかな。いや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 、もう皆さん想像ついてるんだね。あ、そう、じゃあ言わない方がいいか。違う違う違う、妄想じゃないですけどね、聞きたい。毎日放送制作の情熱大陸っていう番組あるじゃないですか、はい、自慢しちゃおうかなということです。あ、そうですか、うん、もう進んでるの？ずっと断ってるの？かつてね、かつて、かつてね、ただ周りの人の意見総合すると、はい、普段の安住は見せない方がいいと意見が一致しました。そうなりました。そうだろうなと思いました。そう、そうなのかな。そうなんですよね。私の妄想、妄想じゃないよこれ。私の妄想。品川区のチャトラさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、立場もあるしね、またね、曲穴だからね、それは違うだろうって話になりましたよ。品川区のチャトラさん、女性の方、私の妄想、娘が中学生の時、家から5分くらいの塾に夜の帰りは迎えに行っていました、はい、最寄り駅がそのすぐそばにあり、帰宅する人が多い時間帯で、十字路に人が多い時は日体大の集団行動の気持ちでキビキビと通り抜けていました。妄想族なので何かする時には大体なりきってやっています。あ、いいですね。ありますね、ええ、日本体育大学の集団行動、更新してね、ぶつかりそうでぶつからない、ぶつからないで座って立ってっていうね、清原先生って言ったかな、そうだよね、なりきってやっている。スクランブル交差点もそれぐらいの気持ちでやってるってことでね、きっとね。そうでしょうね、そうね、毎日通信なんつってね、更新なんつってね、すり抜けてなんつって、いいねやっぱりね、そう、自分の気持ちね作ってやるといいよね。確かに。たくさんのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954、 ファックスの番号は 03-5562-0954、 メールアドレスは日天@tbs.co.jp、 日天の綴りは nichiten@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天皇と、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方に、イラストレーター総留恵子さん作のオリジナルポストカード、甘酸っぱいは体にいいをお送りします。今日のテーマは私の妄想、皆さんからのメッセージお待ちしています。そして昨日音楽の日という、例年夏この時期にやっています音楽番組、8時間にわたりまして108曲71組のアーティストの皆さんに参加していただいて、音楽の日8時間放送したんですけれども、ちょうど赤坂の野外ステージというものが作られまして、 INI とか BE:FIRST の皆さんたちの歌唱からスタートしたんですけれども、皆さんご覧になった方見ました？何が見えたかっていうと、ここ2週お話ししています赤坂の日曜天国の看板がね、ちょうど劇場横に出されているって話したんですが、それが結構頻繁に映ってましたね。なかなか、映ってました。すごいよね、名古屋球場のパロマぐらい映ってましたけども、懐かしい。皆さん見てますかって思いながら、メールありがとうございました。たくさん最近話題に上がってたその看板、どんな感じなのかしらと思いつつもラジオを聞いていたのですが、先ほど音楽の日のパフォーマンスの中でちらっと噂の看板が映っていて、一人であれだとおたけびを上げてしまいましたというありがとうございます。土の子に遭遇したようなホクホクした気分になりました。ありがとうございますという、ありがとうございます。ねえ昨日もね、本当にいろんなことがありました。そうでしたか、驚きました、充実の番組でしたね。驚いてしまいました。そしてやっぱり何ですか、少しねコロナで3年4年制限が続いていて、お客さん久しぶりにねお迎えしてということで、皆さんがねすごい喜んでくださっていて、そういう表情がこちらからも見られたということが私もとっても嬉しかったんですけれども、始まってから13年経ってるんですかね。で私も随分とね年重ねまして、さすがに体力も年々落ちてきていること自覚してるんですけれども、いろいろそういうところで不都合が生じたりなんかしたりしてですね、
びっくりしてしまうことがね多々ありました。本当にちょっとねもう少し話していいことと話していけないことの整理が頭の中でできてないんで、ちょっとまた後日話させていただきます、ね、昨日の今日ですもんね。そうですね、まだ数時間しか経ってないから、でも安住さんも生き生きして嬉しそうでいい表情なさってるなと思って拝見してました。そうですね、確かにありがとうございます。そう言っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。日展お出かけリサーチ、楠葉恵美さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。第31回多摩川イカダレースのスタート地点にいます。はい、暑いです。去年より暑い、うん、レースはですね10時から始まっていまして、今、はい、第4レースがちょうどスタートするくらいです。はい、横に7手並んでスタートしています。川の水量なんですが今年は少なすぎて、狛江市のホームページに座礁注意と書かれるほどなんです。常連チームに聞いても20年ぶりの水の少なさだということで、スタート地点から少ないんですよ。なのでいろんなチーム見てますと、思ったより浅くてびっくりして進まないって言って慌てて全力漕ぎ、立ち漕ぎをしているようなチームが多かったです。うん、コースの長さは 1.3 キロ、手作りのイカダに乗ってタイムを競います。今回86チームが出場しています。私たちは4回目の出場です。はい、で去年はですね強豪チームのイカダを譲り受けまして、過去最高総合18位に。今年はですねさらにすごいイカダを入手しました。はい、イカダを譲ってくださった川が大好き川真美子さんです。よろしくお願いしますこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、去年初出場でレディースジュニア部門準優勝、はい、総合でも8位、はい、そんな強いチームのイカダなんで寄せてくれたんですか。やっぱりこのイカダかなり大きいので保管が難しくって、結構保管の問題で私たちどうしても処分しなきゃいけなくなってしまって、こう川を愛してせっかく作ったのにゴミになるのは忍びないということで、どうにかもらってくださる方を探していたっていうことです。うん、はい、ありがとうございます。このいただいたイカダなんですが本当に大きいんですね。過去一番大きいイカダ、縦型縦長のカヌーみたいな形をしています。ということで今回は1人メンバーを増やして5人で挑みます。まみこさん、ぜひアドバイスをください。そうですね、練習をこの間実は一緒に拝見させていただいたんですけれども、その時に結構皆さん手で漕いじゃってたんですね。手だけで漕ぐと肘が曲がってすごく腕の負担が大きくなっちゃうので、今日 1.3 キロって1キロ以上長いコースなのでそれだけだと疲れちゃうんです。はい、なのでしっかりと体全体を使って漕げるように、もうお辞儀をするぐらいの感じで体を引き寄せて、刺したら体ごと引き寄せてっていう風に全身を使って漕げるといいかなと思います。今スタンバイで陸にイカダがあって、その上にメンバー乗ってます。ちょっとやってみましょう。やってみよう。メンバー乗ってます。せーの、どうですか。はい、ちょっと今1、2ってすごいいい声がみんな出てるんですけれども、うん、1でやってることと2でやってることがそれぞれバラバラなので、はい、ちゃんと1で刺す、2で引く、やることを同じにして、せっかくいい声出てるので揃えていきましょう。1で刺して2で引くです。はい、では行きます。せーの、1、2、1、2。あと他にも何か気をつける点はありますか。うん、そうですね、このイカダ結構長いので、一番前の人と一番後ろの人が全然違うことをやろうとすると、船自体がもう迷走しちゃうんですね。なのでしっかり全員が同じラインを描いて、もうなんならもう本当に私はレッドカーペット、赤い絨毯と呼んでるんですけれども、はい、しっかりとこのイカダが進む道をもう絨毯敷いて、このレッドカーペットの上私たちは進むんだっていう気持ちで、一番前の人、特に一番後ろの舵を持ってる人が、レッドカーペットの上を漕ぐぞっていう意識で同じラインを描いていけるといいと思います。わかりました。一番前はあかりちゃんと、後ろには野方さんが乗っているので、二人で同じ景色を見てゴール目指します。今日は第何組のスタートなんですか、楠葉さん。第6組、この後10時50分にスタートします。で、はい、1組7手揃って、そうです、せーのでスタートします。そうですか。はい、じゃあ新しいいただいたイカダでなんとか上位進出狙いたいですね。狙いたいです。コース取りうまくいってぶち切っ
ります。大丈夫です。はい、この後10時50分のスタートということです。はい、結果出るのは随分遅いのかな。そうですね、結果は午後になってしまう、1時ぐらいになってしまいますね。はい、わかりました。はい、川真美子さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時刻は10時36分です。さばいて日天、今朝の担当、赤荻歩アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは先週起こったニュースがわかる日天ニュースフラッシュです。まずは7月10日月曜日、福岡と大分に大雨特別警報が出され、土砂崩れなどで両県と佐賀で合わせてこれまでに9人が亡くなっています。11日火曜日、メジャーリーグ、エンゼルス大谷選手、メッツの千賀投手がオールスターゲームの舞台に立ちました。12日水曜日、関東から東海地方にかけて猛烈な暑さとなり、東京八王子では今年全国最高の 39.1 度を観測しました。おしまいはおととい14日金曜日、おととし小田急線の走行中の車内で乗客3人が切りつけられた事件の裁判で、東京地裁は37歳の被告の男に懲役19年の判決を言い渡しました。そして訃報です。タレントのリューチェルさんが東京都内のマンションで亡くなりました。27歳でした。今悩みを抱えているという方は電話や SNS で相談ができます。守ろうよ心で検索すると、厚生労働省がさまざまな相談先を紹介するサイトにつながります。先週のニュースでした。それでは今日お伝えするテーマはこちら、桃の世界に黒船襲来。今月初め、山梨県で変わった名前の会合が行われました。それは全国桃サミットです。全国の生産者が業界のことを話し合う集まりなんですが、今年は少々緊張感が違っていまして、その理由は最大の議題であるアメリカンピーチ、これが今日キーワードになっています。あまり知られていないんですけど、今アメリカが日本に桃の輸入の解禁を迫っています。外国産の桃というと缶詰などの加工品を除けば、まあ見たことないと思います。というのも、こう生で食べるものに関しては輸入はほぼ禁止されているからなんですね。理由は害虫です。コドリンガというガの一種で、卵を産みつけた実にこの幼虫が入り込んで中身を食べてしまうというんですね。で、桃の研究が専門、福島大学食農学類准教授高田大輔さんによると、桃にこの害虫が発生していないのは世界でも日本と韓国くらいなんですって。そのため日本は植物防疫法という法律でアメリカから生で食べる桃の輸入を禁止しているというんですね。で、アメリカが求めているのはその桃の解禁なんです。じゃあそもそもアメリカ産の桃ってどんなものなのか。日本一の産地山梨県、動きが早いんですね。すでにもう現地に複数回にわたりまして適場視察に行っていて、で先日の桃サミットでこのように報告をしています。はい、アメリカの桃農家は日本のように間引いて育てないため実が大きくならない、また出荷の際サイズの選別もせず糖度センサーも使わないため大きさも甘さもバラバラであるというんですね。ここまで来るとなんかあれあんまり警戒いらないのかなという感じもするんですけど、報告まだ続きます。中には日本の桃よりも糖度が高いものもあり、選別して出荷してくるかもしれないというんですよね。となってくると気になるのがこのアメリカの桃事情ということで、もう少し詳しく調べました。まずは品種です。日本では白桃が主流なんですけど、アメリカ産はですね、食感が固めの黄色の果肉、黄桃が主流なんです。で、1つあたりの重さが3分の1ほどで、値段はというと日本の桃がこの時期1つ400円ほどで売られていますが、現地の小ぶりな黄桃は110円ほどですから、重さも小さく値段もまあ安くということになりますね。ただ聞いてるとどうです、こう私たちがイメージする桃とはちょっと別物なんかなという感じもしてきますけど、甘くてみずみずしいハイレベルな桃が席巻する日本の市場で、なんでそもそもアメリカは勝負しようとしているのか。福島大学高田先生、2つの隙間を指摘しています。1つはですね、時期的な隙間です。
日本の桃は7月から8月が最盛期なんですけど、アメリカはですね5月から収穫可能ですから、日本の市場が手薄になる時期を狙いたいというのが一つ目。なるほど。はい。でもう一つは物理的な隙間です。アメリカ、さまざまな農作物日本に輸出していますけれど、船で輸送する際はコンテナに隙間があって輸送効率が悪いと。そこでアメリカの桃は固めで日持ちするので、スペースを埋めつつそれが新たな商売につながったらということで、白羽の矢が立ったんじゃないかという見立てなんですね。かなり具体的な分析ですね。分析ですよね。じゃあ今後アメリカンピーチが日本のスーパーに並ぶ日が来るのかどうか、あり得るのではないかというのが福島大学の高田先生です。実はアメリカンチェリーの時も害虫が焦点になったんですが、日本側の求める生産とか消毒の体制を受け入れた場合は害虫が出ている国からの輸入を解禁した実績があるというんです。つまり日本が指定する厳しい審査を受け入れるんだったらいいですよということになるわけですよね。となると日本の農家への影響も気になりますけれども、お伝えしたように日本とアメリカの桃って時期も味や品質、値段も競合しないということで、日本の生産者はそれほどダメージを受けることはないのではないかというふうに見ています。でこうした住み分けって、これまでに日本が輸入を解禁した果物でも起きていまして、昨日都内のあるスーパーでは小ぶりのリンゴが並んでいました。表示はニュージーランド産、まあ、季節が逆の南半球ということで現地では今が旬になっている。はい、日本の農家のリンゴとは、まあ、時期も品種も違います。で他にもみかんやぶどうでもですね同じようなことが起きているということなので、まあ、アメリカとはこれから交渉に入る段階ではありますけれど、通常結果が出るまで 4,5 年とされているので、数年後に日本の桃がない時期にアメリカンピーチ、これが食卓に上る日がやってくるかもしれません。アメリカンチェリーの時もそうだったと思いますけど、日本がそれぞれさくらんぼの旬を迎えるちょっとね3週間とか1ヶ月前に出回るんで、またちょっとね、はい、あの旬を大事にする日本人なんかは結構あって言ってね気持ちで、だから桃が来る前にアメリカンピーチが来るとやっぱりね、うん、あ桃の季節だって言ってね、まずそれから食べるっていう感じをもしかすると狙ってるのかもしれないと、そんな感じもします。はい、赤荻歩アナウンサーでした。ありがとうございました。今日も気温が上がる予報です。東京は36度までということですね。スタジオのあります赤坂、現在気温33度まで上がっています。確かに昨日一昨日に比べると一段階上がってるなという感じがしますね。はい、私の妄想、那覇からいただきました。ありがとうございます。沖縄から嬉しいですね。花馬丼さん、49歳女性の方、ありがとうございます。私は小学生から高校生の間、刑事ドラマ危ないデカの大ファンでした。はい、いやー私も見ましたよ。よかったですよ ね。高裕二、トール課長、中さん、ベンガルさんのことですねのファンだった。そんな私は一人で映画館で楽しむだけでは飽き足らず、あそうドラマの方じゃなくて映画の方もしっかりハマってたのね。中学生の時、ロケ地や地名をメモしたノートを片手に一人横浜まで行き、港署を探し、今でいう聖地巡りをしました。小学校6年生で行動力ありますね。この時間帯一人で歩いていたらきっとあの二人に補導されるとか、事件に巻き込まれそうになってあの二人が助けに来てくれるのではないか、うんぬん妄想にふけりながら朝から晩まで一人横浜市内をぐるぐる歩き回っていたことを思い出しました。そんな私は今警察署で働いています。夏は泥酔者の路上でのトラブルや水難事故が多発しています。皆様お気をつけくださいませ。以上です。という急に途中から背筋が伸びた、うん、現役の警察からの注意になっちゃったね。そう、じゃあ憧れのね、そう今沖縄で警察にお勤めということで、あご立派ですね。平塚市の猫柳さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私は一度横綱の土俵入りの立ち持ちをやってみたい。はあ、横綱じゃなくてね、太刀持ちの方、はあ、
これは来世に男性に生まれて叶えるしかないななどと夢見ている私の耳に、元横綱稀勢の里の二所ノ関親方が部屋を持つというニュースが入りました、はい、もし部屋を持つにあたって私におかみさんになってほしいと親方から壊れたら夫には悪いけれどおかみの道を選ぶのです。おかみになったら和服を着る機会が多いから着付け教室にも通わないといけないし、挨拶状やお礼状を書くことも多いからペン習字も習わないといけない。そうだ、外国から弟子が来るかもしれないから英語とモンゴル語も勉強しないと。そうそう、部屋から大関が誕生したら伝達式で親方と一緒に正座をしなければならないから膝も直そう。やることがいっぱいで大忙しだけど親方をしっかり支えるぞと張り切っていたら、二所ノ関親方の結婚のニュースが届き、私の妄想は終わりました。残念。平塚市の猫柳さん、59歳女性の方。いいね。もともとは横綱の土俵入りをたちもちやりたかったんだけれども、おかみ、そうね、現世ではそうね、稀勢の里関の二所ノ関親方と結ばれて、おかみになって、うん、で着付け教室に通ったりなんかして、そうですね、現実的な路線を模索したところで、ね、いやいやいや、ねえ、ちょうどね、朝の連続ドラマのひらりもね、あの相撲部屋の話でちょうど今ね再放送してたりするもんね。いや確かに相撲部屋、興味湧くよね。いや、そうですよ、やることいっぱいって思って ね、なんで立ち持ちやりたいんだろうね。それちょっと聞きたいね。それもね、ちょっと、いやでもなんとなくわかる。お尋ねしてみたい、はい、かっこいいですよね。そうそう、スケさんカクさんみたいでね、そうかっこいい、スッとしてね、はい、であんまりこう自分アピールしないしね、であの土俵上がる時のなんか足をクロスしながら上がる感じとかかっこいいよね、なんかね、同時にワン、ツー、スリーって上がってくるじゃん。あれをちょっとやってみたいよね、なんかね。確かにそうですね、そうそうそう、あと幕内土俵入りのほらなんかあの片手上げてなんか招き猫からの万歳やってあのねやるよね。ちょっと上げるの、あれもやってみたいよね。そう思いますよ、ちょっとやって、そうでやった後にちょっと肩甲骨の力抜いてみたりしてあの一周したいよね。そう、あ、お相撲といえば今名古屋場所行われてますよね。ちょうど西の花道に陣取っています白鷺の姉子っていうね、和服を着た女性の方が必ずテレビ中継を映りますけども、私たちその白鷺の姉子に10年くらい前から注目して、その白鷺の姉子の家から生中継やったことあるんですよ。最近聞き始めた皆さん、どうぞアーカイブ漁ってください。映ってましたね、お元気そうでした。そうでした ね、はい、本当に嬉しかったね。白い涼しげな着物着られてね、座ってらっしゃいますね。大相撲中継、そんな白鷺の姉子、ぜひ今年もお元気そうなので、もし興味ありましたら見てみてください。多摩川のイカダレース、そろそろ出走の時間を迎えています。くすばさん、聞こえますか。くすばさん、聞こえますか。ちょっとつながってないかな。またつながり次第お伝えします。あ、聞こえるかな、くすばさん。もう一回呼んでもらっていいですか。くすばさん、聞こえますか。あ、聞こえます。はい、そろそろ出走かな。そろそろ出走です。出走です。出走前の陸で今スタンバイしてます、イカダを水に。わかりました、ごめん、忙しいところ。流す直前です。はい、ありがとう。はい、はい。安住紳一郎の日曜天国。天の道は招かずして自ら来たり、戦前としてよく測る天網開会祖にして漏らさず。腹板は招かずして自ら来たり、忽然とよく起こるお腹キュルキュル、それでも漏らさず。お聞きの放送は TBS ラジオ905954。時刻は11時です。この後は今日のゲスト、シンガーソングライター渡辺真知子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それでは今日のゲストです、シンガーソングライター渡辺真知子さんです。おはようございます。おはようございます。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、本当渡辺さんの声は聞くとね、唯一無二っていうか、あー、真知子さんだっていう感じがしますよね。そうですか。もうね、安住さんにはね、あのスペシャル番組のザ・スペース展で、はい、あのお嫁にあの僕がもらいますからって言われたままね、なんかね、そのままになってるんですよ。そんな経緯が、別に
何も落とさせないんですよね。あ、どうしちゃったんだろう。やっぱり覚えてくださってます。もちろん忘れないですよ。もう嬉しい響きです。どうするとかなんとかっていうことじゃなくてね、言った限りはなんかあるんじゃないかなとずっと待ってるんですけど、すごく静かなんです。久しぶりに私も今日渡辺さんに会えると思って、もしあれだったらちょっとね、出演終わった後にこの話覚えてますかって聞こうかなと思ってたら、覚えてたんですか。もうずいぶんね、もう 20年くらい前で、ザ・ベスト10が2000年か2001年か2002年かにちょっと復活するっていうんで、黒柳さんと私がちょっと呼ばれていって、渡辺真知子さんもゲストで来られて、したら徹子さんが、渡辺さんまだあれよねなんて、結婚なさってないなんて言って、じゃあ安住さんどうなんて言って、そしたらちょっと渡辺さんがお父さんに相談してみるなんて話して、で大丈夫、何かあったら僕がもらいましたっていうようなことを言ってくださったんです。私はもう聞きました。どうなってんですか。すいません、20年それから音沙汰なしで。20年も。はい、でも今日は嬉しいですよ。いや私もね嬉しくて、本当渡辺真知子さんのブルーノートとかでね、たまにライブやってるのをチケット取って行きたいななんて思ってたら、なかなかチャンスがなくて、ね、音楽の日はやってますけどね。はい、はい、大丈夫です。必ず言っておきます、プロデューサーに、ね、はい、お待ちしてますよ。夏は渡辺さん呼ぶべきだって言っておきます。はい、渡辺真知子さんのプロフィール、1956年横須賀のご出身です。はい、1977年迷い道でデビューし、80万枚を超えるヒット曲を記録、ヒットを記録。翌年セカンドシングルカモメが飛んだ日で日本レコード大賞最優秀新人賞。その後もブルー、唇よ熱く君を語れなどヒット曲を生み出します。そして国内のみならず、ブラジル、キューバ、ロシアなど海外でも精力的に活動。昨年デビュー45周年を迎えられました。ずっと今、じゃあ45周年で全国コンサートを飛び回ってるんですね。まあ、そうですね、最中ですね。最中で、はい、いやーすごいですね。7月は大阪、それから18日から20日から山口、周南、宇部、下関、はい、10月戻って東京国際フォーラムホールシール、はい、いやファイナルですね、ここファイナルで、はい、迷い道ってデビュー曲なんですね。そうなんです、すごいですね。ねえ、21になったばっかりでしたけれどもね、はい、案外と大人っぽい感じの曲でデビューしましたね、うん、すごいですよね、はい、もうだってもう全て自分でもうゼロから作り上げてってことですね。そうですね、それが80万枚売れて、はい、でも自分でって言っても、はい、そのこの1曲を作るために、その時のディレクターさんがですね、はい、今そういう方でいないと思うけどね、うん、私にそのヒットソングってこういう風に作ったらいいんだよって、例えばサビぐらいのところを一番最初にしちゃって、はい、だからサビはもっと、ね、テンション上がるわけですよね、うん、はい、そのぐらいのテンションで作ればいいとかね、もう歌詞にしても何でも、もう私が、やっぱり20そこら辺って言ったらば、はい、まだそんなこと言えないっていうことあるじゃないですか、恥ずかしくてとか、ねうん、やだそんなことなんか本音すぎて、うんはい、だけどそういうのをちょっとピリピリって剥がしたところが、はい、みんな聞きたいんだからって言って、うんうん、やだーんっていうところがあーんって剥がされてそう、ねうん、そうだけどそこのところなんですよね、やっぱり、ね、みんなが聞きたいところはね、うんうん、確かにちょっとやっぱり21人にすると、うん、そういうのはちょっと言いたくないんだとか、言いたくないとか、プライドだってなんかあるし、そうですよね、そこまで言うのみたいなあるんですけど、はいはい、そういうのを教えていただいたので、うんはい、まあ、作るまでに大変だったんです。へー、もう市ヶ谷にソニーが TBS がまだあの時ありましたけれど、はい、16回往復しましたね、東京に。16回往復、はい、当時横須賀ですもんね、横須賀お住まいは。でじゃあ電車乗って、もうね10回ぐらいまでで大体できていたんですけれども、ね、そしたらワンコーラスが、はい、これ短いんで、迷い道っていう曲は、はい、だからツーコーラスだとあっという間に終わっちゃうんですよ、だもう一番作んなきゃダメだなって言われて、うんはい、もうガクってまた来てですね、大変だったの、また恋愛のボキャブラリーとかなんか全然ないし、そうですよね、すごい、もうね、もう経験豊富な作詞家の大先生じゃないから、もう自分の中のパターンなんて、恋語るパターンなんて一つか二つですもんね。そうなんですよ、それなのにまたベールをビリビリビリってから痛いって言いながら、痛いって言いながら作った、それは言いたくないみたいな、そんなこと人前で言いたくないよ、そうそうそう、そこまでしなくてもいいでしょみたいなね。もともと小さい時からお歌を歌うの好きだったんですか。もう大好きですよ、もうやっぱね、歌だけじゃないの、シチュエーションが大事なのよ。シチュエーションが、シチュエーションが
でそのやっぱり座布団はやっぱり3枚以上はいるでしょ。どういうことですか。母親なんかこう、うん、みんなで糸端がやってるじゃないですか、ね、はいはい、そこのところにこう私は自分から歌うって言わない、はい、うん、3、4枚こう黙って重ねて、で鉛筆でも何でもいいからマイクになるものを横に置いて、そーっと待ってると母がチラチラと見て、あ、ちょっと話のね、はい、合間があった時に歌いたいみたいだよっていう、でまっちゃん歌うって、はい、何かこう昇華かなんか歌うわけですよ、はいはい、うん、そんなところから始まって、今度はですねお庭が見える獅子落としがこうちょっとねあったんですけれども、家にですか、うん、庭に、で小さな池なんですけど、はい、それをね、こうレースのカーテンを見ながらね、はい、あの頃にヒットしていたね幼稚園ですよ、はい、中曽根美希さんのね、あの和倉場を今日も浮かべてて、川は流れるという曲、はあはあ、和倉場なんてねどういう意味かも分かんないんだけどね、うん、涙が流れてくるんですよ。そうするとねなんかねいいなって思いながらね、誰にも言わず、はい、この世界に入ってこの話、あの話は言うようになって、はい、それまでは、ね、黙ってね幼稚園の時にね毎日に1回はそれ最低やってました。それは家族に知られることなく、はい、その庭の獅子落としのコーンという音を、レースのカーテンをちょっとこう避けながらね、それで中曽根美希さんの曲イメージして、で泣いちゃう、泣いちゃってそれが味わっていた、高い感性が強すぎる。それちょっと周りの家族気づいたらちょっと心配しますよね。まあ、そうですかね、幼稚園で辛いことあったのかなっていう、あの密かな自分の、ね、うん、喜びだったんで、喜び で、あのこうね、お話を、初めてこの世界に来て話したときに、はい、いやそんなこと幼稚園の子がそんなことするわけないなと思ったんだけど、でも中曽根美希さんのその、川流れるのヒットの部分を見てみると、私が幼稚園の時なんですよ、やっぱり、はいはい、だから合ってるんです、合ってるんですね。いやだから、まあ、非常にこう多感っていうかね、感受性の強いお嬢さん、ね、あとはなんか中学生とか高校生の時なんか学校で少しなんかトラブルがあるとなんかピアノ弾いて歌ったらなんか学校中が静かになったなってそんな話あれなん、まあ、それは言い過ぎですけれども、でも先生が何かある時に、あの私をこう先に立たせると、はい、物事がとてもこうまとまりがよくどういうことですか。そうそう、で、まあ、声が大きいんで、はい、あのひそひそ話できないんで、はい、なんか企てる時も、渡辺って言われるとですね、はいってこう全部もう最初に言われるんです。最初に言われて、いいことも悪いことも、隠れてできなかったですね。でもやっぱり声がいいし、はつらつとしてるからやっぱり友達もね、きっと人気者、明るく、いや楽しかったですよ、楽しかったですよね、はい、あれお声はあれですか、お母さんとかお父さんとか何か似てらっしゃるんですか。なんかやっぱり、あ、もう中学の時にですね、あの電話に出ると、はい、あのうちの母ふみ子って言うんですけど、あれふみちゃんって言われて、おばさんたちがもうみんなでしゃべり出しちゃうんですよ違う違う違う、娘の方です、マチコですなんて言って。お母さんはお歌うまいんですか、上手。母はあんまり歌いませんでしたね。お父さんマジャ、はい、父ですね、田畑芳雄さんが好きで、バタヤン、はい、バタヤンで、兄がベンチャーズとかピーター・ポール&マリーとかやっていたんで、なんか両方こうって平行に聞いたんで、なるほど、だからデビュー曲が迷い道みたいな、わかんない感じになった、コンサートじゃないんですけど、スカミのトークいらないですか。はい、すいません癖になって癖になって落ちがないと喋れないってさて渡辺真知子さん、今日はこのテーマでお話しいただきます。渡辺真知子の現在過去未来、まずは一気に紹介します。渡辺真知子さんの現在過去未来、その1、京浜急行で曲作り、その2、私のポップコーン、その3、おみくじ後渡米、以上の3つです。一つ目は先ほどもお話出ましたが、はい、京浜急行、京急で曲作り、はい、例の16往復という、そうですね、よく覚えてますね、やっぱり忘れられない、もう手帳につけてましたんでもうこれだけ通って一体何回通ったんだって感情したらそうなってました。そうですか、はい、やっぱりディレクターと、まあ、戦いのような、そうですね、ダメ出しされてもう一回もう一回という、もう最後も頭の中でずっと前道が鳴りっぱなしで、もう一体もういつも今回こそは OK って言うんだけど、はい、また言うんですよ、このとこがこう、ね、またって言いながら、もうドーンとこのもう一刻も早く卒業したかったですね。そうですか。 でその行き帰りの研究校の中で、あの頃は社内釣りがもうビラ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 たくさんこうあったんですよ、中釣り広告。そう、とそのコピーライターっていう言葉もあの頃かな、なので面白いそのワードがたくさんその、ね、週刊誌とかの宣伝に出てて、出てたんですよね、はい、でその中に
まるで喜劇だねみたいなのがあったんですよね。ピエロがこうやってまるで喜劇みたいな、ね、うん、そうそうそう、なんか、うん、そう。で音楽のそのオーディオの番あれだったのかな、宣伝だったのかな、それでその若いから、そのまるで喜劇じゃないのって歌ったら、なんかこう、うん、顔は笑ってんのに本当は泣いててね、うん、はい、そのピエロのようにね、でも人生ってそういうことってかなり あるじゃないですか、はい、うん、なので、あ、人の機微みたいなものを歌っていく最初の曲にはいいんじゃないかな。それからやっぱり人間っていう、うん、この人間らしさみたいなものをこれから歌っていくっていうようなことで、はい、じゃあその京急で16往復した中には、はい、電車の中吊り広告とか、はい、窓の外の景色から随分とインスピレーションもらったということですか。タタン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 って現在過去を見れたいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、で金沢文庫の辺で、かなり、こう線路が、車庫の方に入ったりいろいろありますんで、ダダダダダダとかなるじゃないですか、余韻見てくんでくね、いろいろもういろいろもう京浜急行さんには本当にもう、ヒントたくさんいただいた。じゃあ金沢文庫のあの栗浜の辺に行くみたいな手前ぐらい の線路のジョイントのガッシャンガッシャンがやっぱりこうなんか、はい、現在格好みたいみたいな、はい、まるで喜劇じゃないのは中吊りからもらってる、中吊りとかもういろんな、だからそこら辺にやっぱり素材はあるっていう時代ですかね、うん、そうですね、うん、今はね電車に乗るとスマホとかずっと見ちゃいますけど、す、ね、昔は電車の中も新聞読むか本読むか、はい、車窓見るか、中吊り見るかって感じですもんね、のどかでしたよね、なんかね、ノリがね、そしてそのデビュー曲迷い道で80万枚のヒットということで、ガラッと生活が変わりますか、どうですか。そうですね、やっぱり外に出れなくなりましたね。そうですよね、うん、最初はこうやっぱりラジオから出たと思っているので、うん、はい、顔が知られていない瞬間がちょっとあったんですよ。そうですか、うん、ラジオから火がついたんで、渡辺真知子さんの曲は知ってるけど、はい、どういう人かそこまで分かってない。で何人かに言われたけれど、こう見て、あ、こういうなんていうかな、隣に住んでるお姉さんみたいな感じっていう雰囲気よりは、うんうん、なんか逸話真由美さんのようななんていうの、髪の毛こう長くて、そういう感じの人かと思ったら、案外と、うん、こうね、そう、隣のお姉さん、可愛らしいお嬢さん、そう、うん、ね、そうそう、またほらこう、またそっちの方向かわよ、ね、向かわよ、はい、もうちょっとなんかこう芸術家っぽい感じのイメージしてたら、実はもう本当にアイドルらしい可愛らしいっていう、じゃあ渡辺真知子さんって気づかず周り過ごしてた人もいたっていうことですか。いたですね、なので京浜急行にはいっぱい思い出があるんですけど、はいはいはい、ある日ね、隣で足をこう開いてね、両膝に手を置いて、はい、なんか現在過去見て聞こえてきたわけ、タタンカタンタンね、走って、あゆみち歌ってるんじゃないと思って、はいはい、で見たらなんか鼻の先からタクッタクッタクッって、うん、あ、泣いてるこの人って思って、電車の中で、まるで喜劇じゃないと歌ってるの、うんうん、失恋したのかな、なんか良くないことがあったんでしょうね、もう思わずね、喉から手が出るほどね、歌ってんよか、そうですよね、うんうんうん、ちょっとねあれはね、いまだにね大丈夫だったのかなっていう気持ちでずっと残ってます、ね、その曲私が歌ってるんだけどっていうね、そんなに辛いんだったら横でね、本物の私が歌いましょうみたいな。でもちょっとやっぱりそれはプロの歌い手として嬉しかったでしょうね、もうね、自分ではない、ね、他の人の人生の中に仲間に入れてもらってるっていうのはね、非常に嬉しいです。そうですか、はい、で今京急のどこの駅だして、地元の駅で、はい、堀之内っていう、はいはい、浦賀と栗浜の分岐点なんですけれども、うんね、私の実家の最寄りの駅ですね、はい、そこでねカモメが飛んだ日がね流れてて、上りと下りでもってねかかる部分が違うんですよ、はい、あ、そうなんですか、片っぽはタラララララ、カモメが飛んだところですね、はい、で片っぽはタラララタラララっていうところなんです、で一回ねそれね、聞きに行って、はい、その場所に行ったりするとね、シーンとしてるんです、はい、結局京浜急行が入ってくるときにかかるので、そうですね、次来るまでちょっと待たないとダメなんですね、はあはあ、でゾロゾロって降りてった高校生の男の子、ね、タラタラララララだったらね、悲しい曲じゃないかって言ったから高校生
なんか今の高校ちょっと、それでその先の例えば裏が、うんうん、裏はゴジラなんですけど、でゴジラはタララタララってみんなが知ってる、そう、でもそこ以外のもうワンパターンってどこ使ってるんだろうと思ったら、あの終点だから1個だけでいいんだって。ゴジラ襲来でね、裏が来ましたよね、ゴジラ。そうですか、へえ、高校生なかなかこじゃれた、うんうん、悲しいメロディーじゃないか。分かってんのかな、分かってんのかな、分かんねえだろうなっていうどっかにありましたね、昭和の。大変だ。渡辺真知子さん、2つ目が、はい、私のポップコーン、これはヤマハのポピュラーソングコンテストの話ですね。はい、ポップコーンのご出身ということで。そうですね、1年に2回やって、それを2年出たということで4回続けて出ましたね。そうですか。自作自演というところから2回、それから譜面の歌手ということで歌手だけのポジションでも2回、へえ、はい、今の若い方はね、ポップコーンってちょっと分かんないかもしれませんが、当時はもうシンガーソングライターの登竜門というか、はい、もうほぼみんなそこから出てきた人たちが席巻してましたよね。はい、あの地区予選の時はだいたい、まあ、そこは私は行けてたので、逆にそこまでは、中野サンプラザなくなっちゃった、ね、ですけど そこで私はね受けたんですね、とやっぱり出る人たちが あれが出るとでいけないんだよなっていうことで、みんな黄昏れて返しちゃうんですよ、私見るとね、もうみんな強い人がだいたいメンバー決まってくるから、もう4回も出るとみんなもう覚えられちゃってるわけ、下馬評でだいたい、じゃあここの東京地区はもう渡辺真知子が行くから、自分は無理だなみたいな、そんな感じじゃないですか。それであの掛川の妻越本選会っていうところで全国から集まってくるんですよ、はい、そうするとやっぱりつわものぞろいで、もう同じ会にはですね、矢上純子さんでしょ、稲葉明さんでしょ、稲葉明さん、もうとっておき中島みゆきさんもご一緒でしたんです。中島みゆきさんも来るんですか、はい、うわ、もうね当時はあれですよね、甲子園球場みたいな感じで、もうなんか看板先頭になんかこうコンサート会場なんか出てくるみたいな、なんか私そんなイメージありますけど、そうなんですよ、それでもあの応援団も各、ね、地方から集まって横断幕作ってきてくれて、であのみんなでもってその4000人のエキシビジョンホール、はあ、アマチュアがですよ、4000人のアマチュアの皆さんが歌うんだけど、それを見たさにお客さんが4000人入る、4000人入る、ふわ、でオーケストラ、オーケストラね、で私もその曲、はい、ね、自分が作った曲が、オーケストラに編曲されて出れると、これはもうね、お母さん私の曲がなんて、そんな風に言ってたんですけれども、ある日電話がかかってきましてね、あのまちこさん、このオルゴールのこういう歌というので特別賞いただいたんですね、この曲はねピアノと歌、この素朴なところがね、とてもいいので、あの帰っていろんなものをつけない方がいいので、あのそれだけで出演をお願いしますって言われた時にですね、ある意味ではすごく嬉しいんですよ、シンプルイズベストということですよね、そうですね、ただそのオーケストラがつくというアマチュアの夢はですね、こっぱみじんですね、そうですね、なんだかんだと言われました、他の人はみんなオーケストラ編曲してもらってるのに、自分だけいつものピアノでコナーンと完成形だったんですね。でも中島みゆきさんいて、長渕剛さん、佐野元春さん、松崎しげるさんもそうですね、はい、そうですね、いや、そうそう、ツイスト、ツイスト、アラジン、トムキャット、アミン、クリスタルキング、はい、うわーい。でもうあれですよね、その時皆さんアマチュアで作って応募した曲がそのままデビュー曲になったりするんですよね。そうですね、ほとんどそうですね。だからもう当時のアマチュアのレベルが高いっていうか、もう本当にプロスレスレのところでいてっていうことですもんね、だからもう妻越に行くと、そのリハーサルの段階で、あの、その地区予選のまたあいつ出んのかっていうその感じがね、自分で分かるわけですよ、あーすごいこれはっていう、もうみゆきさんなんかの時代をなんか聞いた時にはね、私なんか可愛くオルゴールのこういう歌なんていうようなのを歌ってるんですけど、時代回る回るよ、時代は回るって、年齢的には4つぐらい上なんですけれども、だいぶ4つ上なだけでもう時代の歌を歌ってるんですからね、この人何、いやちょっと当時の私たちも中島みゆきさんは完成形でしか知らないから、でも当時やっぱりあれですね、年の近いコンクール仲間があれ歌ってきたっていうのも本当にもう何っていう、そう、その、ま、前の日なんて、あの寝室がみんな6人から8人ぐらい、もういたんで枕投げですから、アイベア、そう、
みんなほら明日本番だからエネルギー余ってるじゃないですか、うんうんうん、そう、そのうちに誰かがプー、うん、何言うのって言ったのが、ね、何言うのって枕投げやってどんどんどんパッパッパッ、うんね、そしたら翌日時代歌ってなぬっていう、そう鶴立ち姿は鶴、うん、はい、中島みゆきさんだからその時にも時代をもうほぼ完璧で歌ってるんですよね。完璧です。完璧です。はい、そうですか、はい、いやいや、でもでも渡辺真知子さんもその時歌った特別賞もらったオルゴールの恋歌、これ音源があって CD の特典に入ってますよね。入ってます。ちょっとですね、ぜひ今日ラジオでお聞きいただきたいと思います。何歳の時ですか？18歳かな。18歳。まいったな。いや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 。10年前。違うでしょう。あれ間違えた。間違えた。うわ。子供の声ですね。いや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 。4000人の前で歌っている。はじき飛ばしながらその4000人の気を、熱い気を、うん、でもたっぷり聞かせてくれて、今ね、すごい聞いてもやっぱりね、その時の緊張がね、うん、体のどこかにあるからね、ちょっとこう、うん、汗ばむんですよ、うんうんうん、いや今聞きながらまちこさんがこの辺ぐらいからようやくちょっとね、溝を得てきたなんて言ってね、うん、そうそうそう、解説してくださって、そこまでは全然まだね、うん、緊張してやっぱり緊張しますね、喉が閉まっちゃってて、はい、ねえ、いわゆるまちこさんのファルセットみたいな感じの気持ちいい声みたいなのは当時まだ18歳の時は使ってないんですよ。ないんですよ。あの、カモメが飛んだ日のハーバーのあの声はまだ、あのこの時に出してもね、声にまだなってない感じ、ヒロヒロですね、ちょっとまだ幼稚な感じになっちゃって、そうなんです、でそう定まんないんですね、うんうん、でこれから1、2年して、そのようやくそういうのが逆にこれ使ってもいいのっていう形で、はい、あれ歌った時にはですね、ハーバーライド歌った時にはですね、はい、なんか自分の新境地っていうんですか、だからそれもやっぱり、うん、あの自分としてはあんまり出したくないっていうか、うん、本当は地声で全部歌いたかった。そうですね、うんうん、だけど、まあ、キーが高いんで、はい、まあ、そうな、でも逆にそこがハーバーの雰囲気が出たということですよね。でも18歳でこのレベルっていうのはだってもう、ちょっとさすがに自分でもよくやってたなと思いませんか。それを、あの、好きでやっててこんな感じっていう感じで、ピアノも全部ね、オルゴールの感じで、はい、いやすごいですよね。ありがとうございます。でこのオルゴールの声とすごくいい歌なのにシングルカットはされてないんですね。そうですね、ね、うん、コンサートでは歌います。あの、まあ、そういう周年とかなんかの時にはポイント、ね、ターニングポイントとかなんかには歌いますね。そうですか、うん、ちょっとね、今の渡辺真知子さんの声でも聞いてみたいですよね。そうですね、うん、確かにそうですね。ダメ、もう、いいですけどね。いやコンサートでね、うん、きっともうね、多分もうあの、うん、余裕たっぷりでもうね羽衣も着ちゃってました。なんか知らないけどよくわかんないけど飛んでっちゃいそうですよね。はい、さて渡辺真知子さんをゲストに迎えています。おしまいはおみくじのち渡米という話ですが、はい、これはどういうことですか。やっぱりこの時代がですね、うん、変化していって、はい、バンドブームというかイカ天とかああいうフュージョンとか、はい、そうですね、うん、それはその時代でいいんですけれども、ボーカルものがちょっとこう、うん、ね、ちょっと横にいてねっていう時代だったんですね。でこれ俯瞰から見るようになったら少しは楽になったんですけれども、はい、なんかいきなりもう、あ、うん、もう自分はなんかね、うん、一番後ろよりももっと後ろの席に座っちゃったような感じになっちゃって寂しい時期がちょっとあったんですね、うん、やっぱりそのミュージック、なんか音楽のスタイルってやっぱり流行があるので、やっぱりバンドブーム前線になると、はい、まあ、一人のボーカル、うん、シンガーソングライターっていうのはちょっとまあ、あんまり世間から注目されないような。そうですね、いくらいい歌を歌っても評価されないっていう、うん、似たようなポジションの人たちがみんなやっぱりいろんな国にこう散っていたりしましたね。後で見たみたらね、やっぱりみんな考えることは似てるななんて思いましたけど、うん、はい、でそれを示唆するようなことが起きたのは、ナイスミディバスとかっていうのがなんか昔あって、はい、それの、取材で、はい、あの私がまだ29歳だっていうのにね、あのそのなんか取材を受けるっていうんで、まだ29歳なのに、うん、でこの雑誌が出るときには30歳になるんだよって、ほうほうほう、もう前倒しでもってどんどん仕事が入っていて、はい、それで、マネージャーさんももちろん同行して、はい、四国の方のコンピラ様とかもずっと行った、はい、で行ったときにおみくじを、はい、あの引いたら、
今日が出たんで今日やだな、うん、そしたらマネージャーさんも引いていて、うん、僕もだって、それで次のお寺に行って、はい、ちょっと吉が出るまでやっぱり知りたいので、どんどん引いていった、はい、また2人とも今日だった、で3つ回ってる、だから6つの今日が出たわけです、揃っちゃったこれやだねって、でそれ秋だったんで、はい、まあ、年が明けて、はい、でおのおの、うん、そのどこかにお参り初詣行って、はい、それでまあ密かにいて、うん、そのことはもうほとんど話してなかったんですけど、うん、新年会でね、はい、2人の顔を合わせて、うん、はい、初詣行ったよ行ったよ、うん、どうなの、うん、そうしたら顔目が2人とも大きくなって、またかって結局計8枚です、今日それはなんかちょっとね、はい、感じますよね。だから時代もそうだし後ろ向いてるし、うん、はい、あ今はね、うん、何やちょっとダメなってすごい一生懸命やってくださったんですけど、うん、そのマネージャーさんも、うん、もうあの29インチのね、はい、あのモニターを持ってですね、それに 9台、うん、あのテレビモニター持って、うん、それであのライブハウスにそれを全部担ぎ込んで入れて、で自分の車で走ってるとことかいろいろ映しながらこう歌ったりですね、もうそういう大変なライブもね、もうやってたんですよ。だけどもどうしても新譜は出せることができないし、そういう時代でしたからね。そうですか、やるだけのことはやりました、ね、やっぱり時代の風うまく乗らないとどんなにいい歌歌ってもやっぱりちょっと世間の人に聞いてもらえないみたいな、そういう時代でしたね。なので渡米になった。アメリカどうでしたか。アリゾナに親戚がいたん で、はい、であのイングリッシュセカンドラングエージっていう、うん、あの小学校があの昼間はあるんですけど、ね、でお休みの日の空いているその校舎を借りて、うん、あのその英語が喋れない人たち、はい、だから日本人とは限らない、いろんな国の人たちがそこに習いに来て、はい、でガソリンの入れ方とか本当に事情のことからですね、習うんですけど、だからみんなね、まちまちの言葉で、はい、あの全然喋れないです一番面白かったのはね、辞書をこうみんなで見せ合ったことがあって、いやもう、ニョロニョロで分からないアラブのとかあるんですけど、みんなで指さして、君のが一番分からないって、あなるほど、うん、日本のはカタカナと漢字とひらがなと何種類も字があるっていうのは何なんだこれって言われて、あそうだねっていうことも分かったし、だそういうような、まあ、あの楽しい、それからディスカバージャパンですね、またね、そこでまた日本を知って半年ぐらい明けましたけれども、アメリカでは歌歌ったんですか。その学校でイースターの卵をこう着色して遊ぶパーティー、そこでやっぱりその歌とか音楽、あの私は B クラスだったんだけど A クラスのイタリアの男の子が、あのミュージシャンがいて、でもういろんな機材なんか運び込んじゃって、はい、そうだなシンセサイザー3、3、3、9台ぐらいリズマも全部持ってきて、こんなのあったわけ、で中庭の大きなパームトリーの下にそれをセッティングして、ね、ただ B クラスで、なぜかみんなね知らないうちにやっぱり噂になってるんですよ、どこの国に行ってもやっぱり歌歌ってるとか音楽やってる人は、どうもね CBS にでもってアルバムも10枚以上出してるらしいよって、そうすると大騒ぎになっちゃうわけ、それで、はい、そこで歌う羽目になって、で最初 We Are the World とか歌ったんですけども、ちょうどそれが終わった頃だったんで、ね、でもそれよりもやっぱりオリジナル歌えっていうんですよ。それでカモメが飛んだ日を日当たりで歌ったらば、なんかみんなその方がエクセレントとかなんかビューティフルボイスとかなんかそういうような感じでみんなでもってね一人一人あの感動を言いに来てくれました。そうですか、いやそれは嬉しい、ね、やっぱり自分の体から、ね、うん、出た言葉、自分の国の言葉、はい、自分の感性で歌うのが一番みんなに伝わるんだな。そうですね、その後はね渡辺さんはもうキューバとかロシアとかに行ってコンサートやって、はいはい、で現地の人たちをひれ伏せてるって、ね、ひれ伏せさせてで、キューバとブラジルは日本人移民100年祭ということで呼ばれた、呼ばれて、はい、嬉しいですね。そうですね、やっぱりねあちらからだと物価が全然違うので、はい、海外価値がね、うん、違うのであちらからこっちに来るっていう2世3世の人が、ね、はい、無理なんですよ、うん、だからこちらから行って、はい、日本ではこういう音楽やってるんだよ、っていうこと、で日本語で歌ってすごいね喜んでもらってという、はい、またまちこさんのこの声歌っていうのがやっぱりこうなんか人の心にこうなんていうの火をつけるというか、 なんかこう燃料を足すっていう、火をつける、そうですね、うん、いやもう本当なんかね聞くたびにねこう元気になる、そんなね歌声ですよね。ありがとうございます、はい、
さて渡辺真知子さんからお知らせです。中澤さんお願いします、はい、今流れています、迷い道も収録されていますニューアルバムご紹介です。花束をありがとう 45th アニバーサリーが税込み3300円で好評発売中です。昨年の11月に東京国際フォーラムで行われた45周年記念コンサートを収録したライブアルバムで渡辺さんの力強いパフォーマンスを感じることができます。さらに10月1日にはデビュー45周年記念コンサートの最終公演が東京国際フォーラムホール C で行われます。会場午後3時、開演は午後4時、チケットは各種プレイガイドで発売中です。詳細は渡辺真知子さんの公式ホームページをチェックしてください。10月1日にデビュー45周年記念東京国際フォーラム C で行われます。チケット発売中ということです。ファイナルですからね。そうですね、締めくくります45周年をね。うわい、ここでみゆきさんの2艘の船も歌っておりますので8分の曲です。これ1年間歌いもう切ってですね、はい、そこでもってもちろん1年ぶりにまた歌いますから。そうですか、はい、いやなんか話してるだけでもう元気になっちゃいますよね。本当にそうですね、うん、もう安住さんにあげたいもうすごいんですよ、皆さんにね、この真知子さんのねトークのスタイル見せてあげたい。もうね前がかりですから、ちょっとね、私たちの前にアクリル板があって、ね、飛沫防止の、ね、アクリル板あるんですけど、このアクリル板に手がもう4回5回当たるんですから、もうガン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 ね, ね、いつもね歩ってる時もね、うん、前傾二度姿勢なんだって私って前傾渡辺さんまた歩ってるんですね前傾二度姿勢ですごいんですよもうね同じ机使ってる机からぐいぐいこっちに来るんだからまたそうやって私よく言うよ本当に今日はゲストに渡辺真知子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、近道坂道並木道、道はいろいろあるけれど、ゴミ捨て水やり風呂掃除、これが私の生きる道。お聞きの放送は逃げ道こちら TBS ラジオ905954。今日のメッセージテーマは私の妄想です。世田谷区のモンテさん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。スーパーでレジに並んでいるときに前の人のカゴの中身を見てその日の献立を考えるという妄想をしています。しかもそのすべてを使って考えることにしているのですが、料理人の私にも難解な時があります。あ、プロのシェフの方ね、料理人、それは本格的ですね。そうですね。人参、玉ねぎ、お肉と続いたので肉じゃがかなと思っていると、そこに納豆やバナナ、それらを頭の中のお盆にデザートと小鉢で並べた後、カゴには枝豆、パクチー、さらに鶏肉があるとさすがに大変です。肉じゃがを急にエスニックのカレーに変更し、ただ人参の行く先がなくなるので枝豆と人参のサラダに変えるといった具合です。それだと葉物も欲しいなと考えていると自分のレジの番になります。あ、やっぱプロはさ、もう全く違うよねきっと ね、うん、この材料とこの材料でここに、あ、人参来ると違うんだみたいな、もう本当もう、そうね、退屈しませんね。茨城県常陸太田市のマッシーさん、この方もスーパーですが、はい、この人はスーパーでお買い物をしているとき、サラリーマン風の男の人が買い物をしているのを見つけるとさりげなく横に並び、その人と夫婦である妄想します。捕まらないでくださいよ、捕まらないでくださいよ、ね、結�婚して27年、夫に不満があるわけではありませんが、他の人との結婚生活を妄想するのが私の楽しみです。ちょっとね、うん、スーパーマーケットなんかだとちょっと立ち止まったりするから ね、その時に真横にスッと立って ね、さりげなくね、うん、うん、なんて言って危なくね、うん、ギリギリの行為ですよね。ですよね。埼玉市のペックルさん、男性の方、私の妄想、泥酔して外で寝てしまっているおじさんを見ると、野良猫がおじさんに変身したんだと思うようにしています。昨日まで猫だったんだからしょうがないよねってちょっとだけ愛おしく思えるのです。なるほど、なるほどね。本当だ。松戸市のコキッちゃん、
40歳女性の方、ありがとうございます。中学校の進路相談の三者面談で、先生に志望校はどこにするのか問われた息子が、京都の伝統工芸の技を磨きたい、高校へは進学せず住み込みで働きたいと思っていると声を震わせながら話すのです。初めて息子の気持ちを聞いた私は動揺しながらも、先生に家庭でもう一度よく話し合ってみますと伝え、教室を後にしました。夜帰宅した主人も交え、家族会議を行うことに。修学旅行で訪れた京都で、息子は伝統工芸の素晴らしさに心をわしづかみにされ、自分の進むべき道はこれだと魂が震える思いがしたとのこと。普段はなかなか自分の気持ちをはっきり言わない息子です。そんな息子の力強い決意、眼差しに主人がそこまで言うならやってみろと目にうっすら涙を浮かべながら決意を後押しするのです。私も隣で成長した息子の姿を微笑みながら見つめ、静かにうなずき、気をつけてねと口パク気味で言っていますと。まあ息子はまだ小学校2年生なんですが、こんな未来が待っていたらいいな、とっとと自立してほしいな、息子に会いに行く口実で京都を旅行したいな、これが私の妄想です。いいね、いいですね、ここぐらい、あのね、本当に、子離れできない人も多い中で、ここまで息子を利用し尽くしてやろうっていうね、最高。いや、本来これぐらいであってほしい、京都で働かねえかなみたいな、旅行するとき便利だからみたいな、早く自立してくんねえかなっていう、いいね、いい、本当ですね、面白い。東京狛江市で開かれている狛江古代カップ多摩川イカダレース、状況はどうでしょうか、楠葉さん。はい、ゴールしまして、ちょっと涼んでいます。あ、もうゴールしたの？しました。はい、早かったね。で、日陰にいて、はい、手元の時計では17分55秒はいでした。途中今回はやはり水かさがなくて座礁しながらもゴールしました。座礁したんです。同じ組で出走したイカダ何層ありました？7層あって、その中では一番で、すごい、で途中前にスタートしたチームも4艇ほど追い越してゴールしました。あら、前の組を抜いたの。うわ、それは結果期待できますね。そうですね、その時にもう周りの野方さんはじめ他のチームのメンバーが追い越すたびにお疲れ様ですってみんな声かけていて、偉いなって。私はそんな言う余裕なくて無視してしまいました。17分55秒っていうタイムだと、はい、周りの他のライバルたち見るとどうですか？はい、結構いいところ行くの、いいところ行ってますか？どうでしょう、周り次第なんですね、こればっかりはタイム。はい、そうですか。野方千尋さんはいますか？はい、はい、すぐ近くにおります。こんにちは、あずみさん。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？今年のイカダカップは。いや、もう年々こう本格的になっていて、今年はコースこっちだよとか、もうプロなんじゃないかというぐらいの声掛けがあったので、はい、もう今年結果期待していてください。そうですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お母さんにもよろしくお伝えください。あ、母も来てます。安住さんのファンです。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いですからね、熱中症気をつけてください。ですね。安住紳一郎の日曜天国。ボロは着てても心は錦、ビキニ着てても体は小錦。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。1981年昭和56年発売、河合直子さん、スマイルフォーミーに乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、茨城県水戸市のリンゴの家の娘さん、東京都中野区犬とスイカさん、東大和市トロントさん、北海道ののぞみさん、奈良県生駒市考え中さん。カルピスエットの当選者は仙台市のお豆さん、大阪市の花咲くにがうりさん、そしてモースさんです。おめでとうございます。さて、狛江のイカダカップ、結構早いタイムでゴールできたということで、上位進出もしかするとできるかもしれないということですね。詳しくはまた来週お伝えしたいと思います。いやでもなかなか気温高い中で、そしてたくさんね、なんか見物の方も
いらっしゃったようでありがたいですね。本当にそうですね。今日は気温が高くなります。熱中症に十分お注意ください。それではいい日曜日にしてください。ごきげんよう。さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。7月23日のゲストは動物ライター江口恵里さんです。メッセージテーマは夏が来ると思い出すこと。皆さんからのお便りお待ちしています。